イメカワのドレス。オレンジがいいかな。うん、ゆきゆきゆき。ポージングもいいよ。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、はい、お仕事しましょう。あいろちゃん、どうしたの？お仕事する？はい、します。オッケー、お仕事を始めるのね。はい、お着替え。今日もよろしく。よろしくお願いします。何すればいいんですかね。観光客の方にお声掛けして別荘作りのご提案をしてみてね。あ、なるほど。またビーチに向かうんすね。この資料を手に持っとることでめちゃくちゃ仕事してる感がいつでも舞台に立てるように楽屋みたいな部屋が欲しいわ。ほうほう。紫外線が気になるから室内にプールがあるといいわね。あ、男かと思った。女の子なのね。なるほど。かわいい。ゆっくりコーヒーを飲める落ち着いた場所が欲しいわ。カフェ的な感じか。かわいい、この子も。パステルカラーで心ときめく夢川な感じがいいな。なるほど。フットサルができる別荘を作りたいぞ。ふんふんふん。以上かな。なんか前よりもさ、お客さん増えてない？気のせいかな。どうしよう。私この子かこの子がいい。どっちにしよっか。多分さ、一回引き受けたら、あ、そっか。日にちによるんかな。ここの子たちまた、ガラッと変わるよね。どっちにしよう。コーヒーを飲める落ち着いた場所。でもそれってあれよね。結構、テレビのところに通じるものがある気がするけん。パステルカラーで心ときめく夢川な感じ。こっちにしようと。でもそういう感じの家具今のところなかったけど、これで増えるかな、結構。あら、匠ライフの方ですか？ここはとっても素敵な島ですね。実は私、この辺りの別荘に住むっていう夢があるんですよね。ペロ。お聞かせください。ぜひとも。聞いてくださるんですか？かわいい。目がキラッキラになった。それではぜひよろしくお願いします。ペロ。ペロ。キャンディーを舐めてるということかな。お世話になります。ペロ、私の希望としてはこういう感じなんですけど。ときめき夢川スタイルキャンディー様。あ、このみ、え、かわいい。何あれ、ぬいぐるみが入ったんやけど棚に。めちゃくちゃ棚の無駄遣いって感じあー、まあ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 、え、かわいいな。見たことない家具がいっぱいある。なるほどです。素敵なイメージですね。ではアイナちゃん、ロケーションを選んで差し上げちょうだい。夢川系。やっぱパッと見も、どうかな。こんな桜いっぱいあるのよくない？まあ、季節変えれるんやけど。ね、季節めちゃくちゃ変えれるんやけど。でもこう、でもな、周りが竹っていうのはちょっと違う気がするんよね。なんかちょっと洋風なイメージやん、夢川って。なんとなく。勝手な私の想像やけど。これタイルがある感じもいいよね。まあ、自分でタイルつけれると思うけど。別に。あ、こういうのもいいかも。どうかな。どういうとこがいいと。岩場は絶対違うよね。雪の感じも違うと思うよね。だってこれってあれやろ？夏でこれってことやろ、ここ。これさ、どん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 場所減っていかん？これ同じところにもできるもんなんかな？じゃないとさ、人数限られてるよね、めちゃくちゃ。まあ、住民全員が出てくるわけじゃないんかもしれんけど。どうしよう、さっきのさ、あの橋かかっとったとこにしよっか。ここ。ときめき夢川スタイル。雪じゃない？橋変えれるかな、形。それは無理かな。ここにしよう。良さそうな場所ですね。早く現地を見てみたいです、ペロ。滝がちょっとうるさいかもしれんけど。まあまあまあ、そこは。見た目重視ってことで。それではキャンディー様、良さそうな場所も見つかりましたし、あとは現地で進めてまいりましょう。まあ、別荘やけんね。主に住んどる場所じゃないけん大丈夫なはず。アイナちゃん、キャンディー様を現地にご案内してね。はい。任せてくださいな。ニコちゃんもカッペイさんみたいに歌ってくれたらいいのに。わー、いいところですね。ここが私の別荘になるなんて。どんな感じになるか楽しみです、ペロ。もう家が帰れるけん、橋も帰れそうな気がしなくもないけど。それではどうぞよろしくお願いしますね。ときめき夢川スタイル。
さーって変えていきましょうか。え、これどうやって変えるんやっけ。まず下、あ、橋や坂の外観、あ、変えれる変えれる変える。橋や坂はカーソルを合わせて X を押すと外観を変更できます。坂の外観を変更するってどういうこと。ここ坂、どれ坂ってわからねえんだが、あ、ここにはないんかな。別に例として出しただけか。はい、これで X、 やっぱ夢川系やけん、鉄、丸太、木製、レンガ、レンガが一番それっぽい感じよね。レンガの橋で、ふんふん、よきよき。坂とか別にないやろ。ほらほらほら、やっぱり柵とかいろいろつけれるっぽい。どうしよっかな。なんかお花畑みたいなの欲しくない。お花畑、花壇とか。サクサク、種類がいろいろとあるけども、何、氷の柵、絶対こんな場所溶けるやんね。初期がこの横板、ラティス、ラティスぐらい、もうちょい可愛めの何かがあればいいんやけど、特にないしな。大きなラティス、ラティス、いや普通にラティスぐらいでいいかな。え、これでここスタートか。お、え、なんか思っとった感じと違うんやけど。え、こんな感じか。いや、でもこんな感じか。ちょ、待って、外す。これで外せる。こっち側ぐらい開けとけばいいんかな。これで、ここにお花をね、やりたいんですよ。プラス。あ、そっか、お花。でも地面これでいいかな。だって他別に砂、土。土っていうのもなんか味気ない感じがするし。レンガの道。レンガの道つけたいけど、でもなんか橋は斜めにかかっとるけん微妙な感じなんよね。ね。まあ、とりあえずこれで。左ボタンはあれか。立てる。え、違う違う。あれ、あと普通に、あ、これか。植物、植物。どの花にしよっかな。夢変わって言いよったけん、やっぱ、白とかピンクとかがいいんやけど、ピンクないな。ない。白いアネモネ。なんかちょっと儚げでよくない？これにするわ。ででででで。え、どれぐらい？個数。多すぎたかな。よいしょ。なんかいい、いい。めっちゃいい感じ。すでに。よいしょ、よいしょ。ここの隙間ちょっと気になるな。しょうがないか。あ、ちょっと多かったね。いっか、右側にも置いとく？チラッと。よいしょ。あ、そう、家の外観も変えとこ。どうしよう、こっちにも柵、一個置いとくか、ラティス。ここに一個ペット。あ、いいいいいい。んで、家の外観を変える。どんな感じかな。あ、スペースが。ただ小さいやつからやらんといかんってことかな。もうこっちの丸っこい方がいいよね。でも、これかな。ここまでやろう。これかな。ちょっと待って。屋根、屋根、屋根。これかな。うん、オッケー。これで、なんかいまいちパッとせんのよね。ものすごくパッとしないんだな。どうしよう。なんか、この辺。木は特にないな。ピンクのプルメリア。ピンクの椿。
黄色いハイビスカス、金木星、いやピンクのプルメリアかな。ドコンできた今。あ、なんかめっちゃ増えよる増えよる。この辺にこっちの川沿いに並べていって、あー、いいいい、うん。で、なんか外にテーブルとかを並べたいまたしても、こっち側どうしよう、あっち側べ、あーでもな、並べとくか。一応川沿いぐるっと行こう。あー、こんなところまで離れるの、マジで邪魔だなあそこに1個置いとくだけで大丈夫かな。2つ分幅ある？いや、ないな。じゃあこことここってことでいっか。で、これで、家具、何を置こうかな。あ、でも外にスプリング遊具、夢川っていうか子供って感じになるけどでもこれぐらい、こんなもんあるの。あ、この辺はバラのベッド。なんかこういうの庭にさ、ベッドやけどいや邪魔かな邪魔かな、なんか違う気がするな。でも他になんか置きたい感じのもの、いや、まあいっか、これで。さあ、中入ろ、中。これだけでも全然おしゃれおしゃれ、よきよきあ、もうちょっと柵低かったらいいんやけどな。まあいっか、入ります。なんかあれあれ、まるで我が家かのように。何？どうした？スマホが鳴っている。もしもし、アイナちゃん？たくみよ。お仕事中にごめんね。ちょっとだけいい？どうしたどうした？あのね、模様替えプロライセンスって知ってる？別荘作りに必須のライセンスなんだけど、あなたは持ってないみたいだったから、こっちで発行手続きを済ませておいたわ。これからは天井に家具を取り付けたり、アクセントウォールを施工することで、ワンランク上の部屋作りができるわよ。天井に？電気がちゃんと天井につけれるようになるってこと？アクセントウォールってなんだ？壁。あ、アクセントウォールっていうのは、なんだ、私の声が聞こえたのか。アイナちゃん、今どこにいる？え、今キャンディーさんのお家の中に。別荘の中にいるのね。なら玄関から正面の壁を見てみて。ふんふん。なんか正面だけ壁紙が。わかる？その一面だけ壁紙が違うでしょ。それがアクセントウォールよ。全体じゃなくって、一面だけ変えれるとかそういうこと？一面ずつできるってこと？あなたに使ってみてほしくて、先に施工しておいてもらったの。ふんふん。壁紙を選んで X を押すと、そんな風に一面だけ違う壁紙にできるから、後で試してみてね。なるほど。じゃあそういうわけだから、引き続きお仕事頑張って。一面だけ。あ、まあでもなんか、あれか、いろんな場面とか作りよる人的には、やりやすい感じなんかな。こっち側向いたらこういう場面で、こっち向いたらこういう場面で、みたいな。普通の部屋作りよる人には、そんなにかな。わからん。模様替えプロライセンス、アクセントウォール、天井への家具の設置。アクセントウォール、お部屋の壁の一面だけに別の壁紙を貼ることができます。壁紙をもう一枚使います。これは？本当にこの中で一面だけ？二面目とかは無理ってことかな。模様替えモード中に、右ボタン、十字キー右から壁紙を選んで X を押すとアクセントウォールを施工できます。天井への家具の設置、照明などの家具をお部屋の天井に取り付けることができます。模様替えモード中は十字ボタンで天井の家具を編集するためのモードに切り替えることができます。ふんふんふん。待って、とりあえずこれ出さんといかんね。とりあえず出しましょう。ポンポンポン。結構中狭いよね。めっちゃ中狭いっすよね。とりあえず、こう入ってきて早々ね、ソファーに座っとる人と目が合うのは嫌やけん。え、嫌じゃない？嫌よね。私嫌なんやけど。
後ろ向いとったんでいいかな。こんな感じで、ちょっとそこ間隔が狭いけん、どうしましょう。キュートなティーテーブル。あ、テーブルあるやん、ここに。さっきまでもあった？これ外に置こうや。夢川鍋。あ、でもキュートなベッドもあるけど。いや、でも夢川がいいっつったよね。まあ、どっちでもいいけどさ。どっちも全然いいと思うけど。キュートなドレッサー。熊のナミちゃんを着たいと思っとったんよね。んで、ときめき夢川スタイルよね。アクセサリースタンド、ネイルアート、コスメポーチ。なんか女子力高そうなものいっぱい置いとこ。めっちゃ可愛いやん。さっきまでなかったよね。増えた？違う、項目が違うってことか。めちゃくちゃ可愛いんやけど。この、どうしよう。この辺なんかさ、外にさ、お出迎えしてくれる的な感じで置いとくや。犬もいい。夢川のウォールラック、可愛い、可愛い。めっちゃ可愛い。どうしよう。コルクボードも出しとくか。夢川の吊り下げ飾り。よきよきよき。パーティーな壁紙。どうしよう。パープルキルト。見えねえ、見えねえ、見えねえ。壁。違う、電気が消えた。これ？あ、違うんか。一部分だけ変わっとんか。でも夢川系、こっちの方がいいことない？どうかな？そうでもないかな。レッドドット。いや、きつい。パープルドット。まあ。パーティー。これはなんか騒がしいな。パープルキルとかな、やっぱり。でさ、この一箇所だけ変わっとるところを、もう、一緒にしたいんやけど、それはどうすればよろしいっすかね。別に一箇所変えんでいいんやけど。床は？ちょっと待って。ペイントフローリング。なんか違うね。合わんね。ペイント、これ。まあ、キュートなフロア。違うな。こっちかな。ペイントフローリング。桃色チェックキルト。どうだろうか。こっちピンクローズのラグめっちゃ良くない？これ可愛いんやない？ピンクローズのラグ。可愛い可愛い。いい、これ。これにする、これにする。後で着替えてもらおうや、この辺の。部屋着にしよう。可愛い、絶対。ポシェット、壁に飾りたい。こんなもんか。よし、じゃあこれで、ちょっと待って、次さ、外、動物ちゃんたちを置いてきたいんだけど。お出迎えしてくれてる感。どうしよっかな、どの辺に置こっか。こっちの方かな。スプリング遊具とか置く？いやー、いいか。ちょ、待って、ウォータービー置こう。これで、やっぱね、お花があるけんね。この辺かな？なんか邪魔な気がするけど、まあいいや。そんなもんでいいや。んで、この辺の、いっぱい。夢川のベアードール。ユニコーンドール。ラビットドール。やよき。めっちゃ可愛いやん。超絶可愛いやん。めっちゃ可愛いんだけど。なんか違う気がするけど、まあいっか。こんな感じ。斜め向きとかに置けたらいいんやけどな。ね。こっち側なんか、スプリング遊具。鳥の浮き輪。スプリング遊具。これをちょいと。じゃ、ホワイトと、ピンクをこう。ゼブラはちょっと違うんよね。はい、この二つを、よいしょ。
ね、ちょっと斜めにしておいとくか。んで、広場のバルーンワゴン。夢川。あ、そうよ。テーブル置きたいって言ったよね、私。ティーテーブル。いや、でもそういうの置く場所かな。いや、ちょっと君たちやっぱ邪魔かもしれない。はい。OK。え、どうしよう。椅子に座らせるこの子たち。いや、いいか。もう、そんな余計なことせんでいいか。これ、橋の上とかにも置けるんかな？置けんやん。全然置けんかったわ。お出迎えね、この子たちの。よいしょ、よいしょ。はい。こんな感じで。OK です。どうでしょうか？完成しました。わー、ありがとうございます。長時間お疲れ様でした。丁寧にお仕事してもらえてとっても嬉しかったです、ペロ。もしかしてこれかかった時間によってもなんかいろいろとセリフが変わってくるパターン？どうですかね。キャンディー様、ときめき夢川スタイル。周りのあのさ、崖の上にも花を咲かせたいんだけど。めちゃくちゃ。あ、これ、このムービー中に撮影を撮ることも、撮影することもできるんやね。でもその場合はお着替えをしてくれんけんな。まあ、でもこれはこれで普通に部屋着って感じはあるけど。家の中を見ろよ、家の中を。素敵な別荘で大満足です。あなたと一緒にもっと見ていたいくらいです。もしお時間があったらお帰りになる前に別荘の写真を撮っていきませんか？ペロ。はい、もちろん撮らせてください。私が映り込むのはちょっと恥ずかしいですけど、たくさん撮ってくださいね、ペロ。ってことで家の中を。なんか今時間チェックしよった？なんかおもむろに写真撮ろうとしたよね。スマホ取り出して。ときめき夢川スタイル。ちょっと待って、写真写真。その前に、どうしよう、どこに追ってもらおうか。ちょっと待って、お着替えしよう、お着替え。やっぱこの辺、夢川のセーター。でもなんかな、スカートで追っていただきたいね。ってことはドレスかな。夢川のドレス。オレンジがいいかな。うん、よきよきよき。ポージングもいいよ。よきよきよ。バレッタ、プルメリア。バレッタどんな感じになったの？あ、まあまあまあ、かわいいか。かわいいかな。じゃあこれで。オッケー。夢川コーデで。この辺なんか見といてよ。え？よいしょ、よいしょ、よいしょ。そう、その辺とか見といてくれたらまあ。んで、カメラ。カメラを起動しまして、私は消える。そして、あれよね、カメラ構えてる間は動かんやろ？てか、動くな。おい。その辺で止まってくれ。はい、そっちそっち。この辺か？あ、これでいいんじゃない？今ので。良きかな？こっちにしよう、こっち。オッケー。こんな感じで。ときめき夢川スタイル。あ、良き良き良き。かわいい。そんな感じで動くんや、これ。めっちゃいいやん。はい、できました。はい、何でしょうか。帰ります。撮影終わりました。そうですか。よかったらまた顔を見せに来てくださいね、ペロ。ぜひとも。なんか掃除しよる。
ただいまーって、あ、ピカピカやん、なんか。おー、ピカピカだ。ね、超輝いとるよ。ナッティさんが布で磨くと、どんなものでもピカピカになっちゃうよね。いつ見ても魔法みたいだ。ナッティさんか。ナッティさんはね、みんながいない時を見計らって、いつも事務所をきれいにしてくれてるの。私、他のことに追われてるとついお掃除を後回しにしちゃうタイプだから、ほんと助かってるのよね。みんながいない間を見計らって、たくみさんもどっか行っとんかな。いつもありがとう、ナッティさん。照れてる、かわいい。さてと、アイナちゃん、お仕事お疲れ様。今回もバッチリだったみたいね。お、ニコニコしてる。顔出てるわよ。じゃあ、お給料の6000ポキを受け取ってちょうだい。コーディネートは基本的に6000ポキってことやね。次もその調子でお願いね。お疲れ。あざす。さて、今日はもうおしまいにする？それとももう少し働いてく？いや、終わります。わかったわ。ゆっくり休んでね。ふぅ。さあ、6000ポキゲットしたし。どうしようかな。やっぱヨガマット買っとくか。このヨガマットは400ポキか。めっちゃ安いやん。でも最近ヨガマットダイソーにも売り寄るけんねん。100円ではなかったけど。お土産も買っとこうっと。やっぱさ、誰かしらに3個2000。よし、買っとこう。ここでしか買えんと思うけん。みんなへのお土産にね。なんか誕生日とかに包んであげたらいい感じ。じゃない？はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやーってことで、あれやね、いい感じに、夢川空間できたんじゃない？まぁ、ちょっと、外に並べたぬいぐるみの並べ方がちょっとね、ちょっと納得いってないけど、もうちょっといい感じに並べたんじゃないかと思うけど、まあ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 。まあ次は、誰かな？楽しみやね。